はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の9月の4日です。トランプ前大統領は、ご自身の SNS、トゥルースソーシャルで、こちらの、今映っているこちらのインタビュー番組を紹介されておりました。このポッドキャスト、レックス・フリードマンさんのポッドキャストですね。レックス・フリードマンさんという方は、 コンピューターサイエンスの専門家ということなんですが、彼のポッドキャストは非常に人気がありましてですね、今朝も私が見た時はアップされてから3時間後ぐらいだったんですが、その時で60万回の視聴回数があったんですね。で、じっくり見ているわずか小1時間の間にそれが100万回を超えておりました。 ここに登場するのは、イーロン・マスクさんもこの方と2時間以上お話しされているものが2回3回ありますし、他にもロバート・ケネディ・ジュニアさんも確かお話しされていますし、有名どころの方がね、この方のインタビューを受けています。 そして今回トランプ大統領がインタビューを受けているということなんですがイーロン・マスクさんが X で紹介されておりましたね。どんな内容をお話しされたかというとたくさんあるんですけどもその中であこれ新しいなと思った内容を申し上げますとまず医療大麻についてのお話そしてあの先日から軍に対する侮辱的な発言をしたんじゃないかと カマラ陣営が大体的に PR している件でもっと詳しい内容をトランプさん自身の,あの口から説明されておりましたそしてあとは今カマラ・ハリスは公約で価格統制についてて公約を挙げてるんですね食料品とかいろんな価格を政府が管理するというものですね。 それについてのお話もされておりましたそしてあとエプーフンチャラのあの島に行った人の話もされていましたしケネディ機密文書を公開するや否やについてもお話されていましたこの映像だけでもお分かりいただけるように全くねあのラリーのトランプさんとは全く違うんですよね素晴らしく紳士的にお話が進んでいて本当はトランプさんの 声を聞きながら字幕を見て聞かれるのがいいのかなと思いますので概要欄に貼っておきますのでぜひそういうこともしてください私はこれから気になる部分をご紹介していきたいと思いますそしてそれをご紹介する前にですね昨日前回ですがマイク・ベンツさんという元国務省サイバー担当の方のお話をご紹介しました で、その方のね、お話も、ちょっとね、あの、衝撃的すぎてというか、あ、事実はやっぱりそうか、みたいな部分がたくさんあったんですけれども、彼はアメリカが外国に対する検閲体制を築き上げてきた、その現場の人なんですね。なので、その話がね、あまりにもリアリティがありすぎて恐ろしいというのがあります。その中で一つだけ今申し上げたいなって思ったのは、 まずアメリカの国務省っていうのは自分の国の利益を最大化するためにいろんな国にちょっかい出すわけじゃないですか。でその時に例えばアフリカのどこぞの国があの先制的な政治を行っていたとアメリカが考えるそうすると民主を焚きつけてその政権を打倒しなければいけないんですね。でそのの時に利用するのが アメリカでいういわゆる憲法修正第一条の言論の自由なわけです。人々にその自由な言論自由な思いを発言してその雰囲気を醸成していくんですね社会をあの盛り上げさせるんですそのために現存の自由っていうものを作ってそれで政権を打倒していくんですね。その工作を仕掛ける。 そういうことをこの国務省のサイバー担当の方などは現場で実際やってきたしその歴史などもご説明されているわけなんですね。で実際あの政政権権が変わりりまましした。た。アメリカの意にになななるような政権になりましたそうすると彼らはどうするかというと今度はその言論封殺言論弾圧に移っていくわけですよ。 ここまで聞いて皆さんなんかあれどっか身近な国にそういう国なかったっけって思いませんかもうねあこれだって思いましたそんなこんな思いましたので今レックスさんのポッドキャストをご紹介する前に一言皆さんと共有したいなと思ったわけです、まあ、がっかりしますよねはいでは I don't know if you know this but some people call

その試合でどうやって勝つのですか彼らは大規模なトランプ錯乱症候群に苦しんでいます。TDS です。第一に医療用マリファナは素晴らしいです。友人もいれば他の人や医師からも本当に素晴らしかったと言ってもらいました。島に行ったクライアントのリストは公開されていませんね。ええ、とても面白いですね。以下はこのレックス・フリードマンポッドキャストでのドナルド・トランプとの会話です。 あなたは勝つことが大好きで人生、不動産、ビジネス、テレビ、政治で多くの勝利を収めてきたとおっしゃいました。ではまず、マインドセットから始めましょう。心理学の質問です。何があなたをそのようにより借り立てているのでしょうか勝つことへの愛ですかそれとも負けることへの憎しみですかもしかしたら同じくらい、両方かもしれません。私は負けるのが好きではありません。勝つのが好きです。それを二つ同時に 思ったことはなく、どちらかというと原動力になっています。あなたはスポーツ界の多くの偉人たちと親しくしてきました。タイガー、ウッズ、モハメット・アリを思い浮かべるでしょう。マイケル・ジョーダンのような人は誰よりも負けることが嫌いだと思います。彼らから何を学びますか 彼らは何か違うものを持っています。偉大なチャンピオンにはスポーツチャンピオンのように他の分野のチャンピオンのように非常に異なるものがありますが、スポーツではより簡単に見えることができます。週末に見たり、試合中に見たりして特定の人々が目立ち、目立ち続け、それを見ることがありますが、それはあなたのためにそこにあるのです。 誰かが勝者だったか敗者だったかを知るのに一生かかるわけではありません。スポーツというものは非常に興味深いものですが、様々な人々とゴルフを私はしますし、チャンピオンの間では考え方も異なります。本当に全く違う考え方があります。そこには異なるものがあり、異なる思考プロセスがあります。才能の面では才能の違いがわからないこともありますが、週末の終わりには彼らが勝っているように見えます。 そして非常に興味深い。例えばタイガーやジャック・ニコラウスのように彼は驚異的な勝者でした。彼は彼について別の方法を持っています。タイガーは彼とマイケル・ジョーダンについて異なる方法を持っています。 アーノルド・パーマは今まで出会った中で最も素敵な人だと思うでしょう。あまり良くないチャンピオンもいます。彼らはただ自分の仕事をすることに集中しています。つまり一つのタイプの人はいないのですが、誰にでも共通していると思われるのは非常に意欲的であるということであり、超越するように借り立てられています。彼らは簡単に諦めないようです。ええ、諦めません。彼らは諦めません。彼らは同じようにやらない人よりも情熱を持っているようです。 あなたは、政治は汚いゲームだと言いました。ええ、汚いゲームです。確かにそうですね。それがゲームの場合、どの、そのゲームでどのように勝つのでしょうか ゲームに勝つには言葉を広め感覚を使って、それがどこに向かっているのかを感じ取る必要があります。何が正しいのかという感覚も必要です。必ずしも人気のあるものだけに行くことはできません。国について話しているのであれば、その国にとって良いことをしなければならないし、言葉を広めなければならないし、例えば素晴らしいショーをやっているようなことを常に感じ続けなければなりません。 あなたは素晴らしいポッドキャストを持っています。とてもよく見守られています。私はここに座ってこれをやっています。多くの人がそれを見て、私は他のことをし、多くの人がそれを見ています。私は伝統的なものにも行きます。彼らは伝統的なテレビを持っていますが、それは少し古くなり、重要性が薄れていくかもしれませんし、重要性が薄れる可能性もありますが、大きく変革しています。 プラットフォームのプレイ全体が大きく変化しています。ここ2、3年で大きく変わりました。政治的な観点からは人々が何をしているのか何を見ているのか見つけ出し、それを理解しなければなりません。ただ、これらのプラットフォームが支配的になり始めているのがわかります。彼らは非常に大きな数字を得ています。イーロンと一緒にスペースを使いましたが、彼らはそれは今まで誰も聞いたことのないような数字を手に入れました。 これはラジオのようにはしないでしょう。そんなことはしないでしょう。数字はどんな匂い数字を見せてもラジオでは出さないでしょう。テレビではやらないでしょう。あなたはビジネスで成功しています。政治で成功しています。この二つの異なる世界と二つの異なる世界で成功をさめることの違いは何ですか 非常に異なります。ビジネス界で成功している人がたくさんいて、彼らは政治の道に進みたいと思っていますが、その後、彼らが話すことができないことに気づき、冗談を言います。その前でスピーチをするのは難しいです。例えばあなたが大勢の視聴者について話しているとしましょう。私は非常に多くの視聴者を得ます。多くの人にとって1時間半も経って話すこと、そして誰も帰らないことは事実上不可能です。それは簡単なことではなく、能力です。 私はビジネスで非常に成功している多くの人々がいます。私がしたことをやりたい。それなのに引きがてを引くことができないのです。多くの場合、それはほとんどほとんど全ての人に効果があるとは思いません。非常に難しいことです。これは大きな変化です。今、ビジネス界の人々、政治の人々、ビジネス界への参入について話すと、それも一般的にあまりうまくいかないでしょう。 だからビジネスのように難しい決断を下すだけでなく観客を魅了することができなければなりません。政治家なら大勢の人の前で話すことができなければなりません。それができない人はたくさんいます。見たことがあります。彼らはそれをやろうとさえ考えることができず、そうしません。ビジネスをしている人はたくさんいます。名前を挙げることもできますが、誰かに恥をかかせたくはありません。彼らは15年間、大統領選への出馬について話し合ってきましたが、実はビジネス では非常に大きく非常によく知られていますしかし大統領のように行くには勇気が必要です根性が必要だと言えます真実を知りたいのであればそれは非常に危険な職業でありますしかし別の意味で危険でもあります大統領選に出馬するにはかなりの勇気が必要です大統領選に出馬したいと思っている人はたくさんいてビジネスでは非常に成功していますが彼らにはそれを行う勇気がなく多くのことを諦めなければなりません ビジネス界の人々の素晴らしい点の一つは彼らはしばしば優れたディールメーカーでありあなたは素晴らしいディールメーカーであり宇野国での戦について話しプーさんと Z 大統領の両方が受け入れる取引を見つけることができるということですその取引はどのようなものでしょうええ私は取引をしていると思いますそれについてあまり話はしませんなぜなら取引をすることができると思うからですもし私が 次期大統領として変えてば取引が成立することを保証します。怒るべきではなかった戦です。ひどいです。いいですか梅田は我が国の歴史上最悪の大統領であり、彼女はおそらく彼よりも悪いでしょう。決して怒ってはならないことでした。宇野国のあちこちが破壊され、建物が倒壊しているのを見ると、その数はもっと多くなると思います。彼らは数字について嘘をつきます。それらを低く保とうとします。 ツーブロックの長さの建物を倒れました。これは大きな建物で一人が軽傷を負ったと言われています。いえいえ、そんなことありません。たくさんの人が殺められました。その建物には人々がいて、彼らにはチャンスがありません。これは絶対に終わらせなければならない戦です。イスラエルもあります。戦について話している他の多くの場所があります。今、世界は非常に厳しい状況です。多くはアメリカにはリーダーシップがないという事実による。 ものです。カマラはおそらく梅田よりもひどいことになると思います先日の夜のインタビューを見てくださいつまりただのソフトボールのインタビューだったんですでは彼女がもっとインタビューを行いもっと挑戦するのを見たいと思いますかわかりません全てが起こっているなんて信じられませんそこには決してそこにいるべきではなかった人がいます彼らは彼を地下室に閉じ込め彼らはコロコロを使ってごまかしコロコロなしでごまかしましたしかしそこには誰かがいて 今はそうではない女性がいます。彼女はインタビューをすることができないのです。これは本当にソフトなインタビューでした。彼らが複数の選択肢、質問、複数のゲストを与えられる面接です。私は複数のゲストを迎えました。そして彼女はそうしなかったと思います。彼女はとても全然うまくいかなかったと思います。これらの討論会ではどうなると思いますか 私の討論会はロージー・オドネルの討論会と有名なロージー・オドネルの討論会でした。その答えは、私はディベートでうまくやってきました。私が大統領になった時、2回目はさらに数百万を獲得した時、初めて6300万票を獲得すれば、あなたが勝つと言われたのです。 勝たないわけにはいきません私はそれよりも何百万もの票を獲得しました全ての戦争と全ての問題で世界に何が起こったのかを見てくださいインフレで何が起こったのかを見てくださいインフレは私たちの国を食い尽くしているそれは残念です起こりうることはたくさんあります私たちはこれらの戦を解決しなければなりません右の国のことを成し遂げなければなりませんそれは第三次世界の大きな戦につながりかねません中東もそうです では、プーや Z のような人物と交渉するために何が必要かについて話しましょう。プーはすでに占領した地域を放棄するつもりだと思いますか私にはわかりませんが、そのようなことは決して起こらなかったと断言できます。そしてその質問が聞かれないようにするので非常に簡単でしょう。起こり始めるとそれはより難しい問題になります。なぜなら彼らは今多くの領土を支配しています。プーがそれを許したのは興味深いことです。 決して起こるべきではなかったものです。私たちはそれを止めなければなりません。うの国は破壊されつつあります。彼らは大部分が破壊された偉大な文化を破壊しているのです。そのような交渉、例えば友情、アメカ、ムチカの友情、あるいは経済力や軍事力を使うという脅しのレベリバレッジで何がより効果的だと思いますかそれが誰であるかによります。誰もが異なる交渉をしているのです。その人が誰であるかに依存するので興味深いです。 特定の知識を通じて推測したり知ったりする必要がありますがご存知のようにより重要なのはキャラクター一部の人々にとってそれは粘ることですおそらくスティックの方が一般的に成功していると思います戦の話をしているのですが私たちが今目撃している誰も見たことのないような破壊はええ、恐ろしいことですそれを間のあたりにしています世界のあらゆる場所で間のあたりにしています 多くのことが始まるでしょう。C 国で何が起こっているのか見てください。日本を見てください。彼らは今、再武装を始めています。彼らが再軍備し始めているのは C 国が特定の島々を乗っ取ろうとしているからです。そして現在、世界では戦には多くの危険が潜んでいます。第三次世界の大きな戦の可能性が多いにあります。私たちはこのことをは早く終わらせた方がいい。 彼はただビーチに行って水着が似合うと思っていますがそうではありません。彼はチェックしたような感じでした。ねえほら、彼を責めることはできませんよ。あれはクーデターでした。彼らは引き継ぎました。彼らは大統領の取引を引き継いだ。大統領職のすべてがクーデターで乗っ取られました。彼は1400万票獲得してました。彼には票、彼女には票がありませんでした。 まさかそれが彼女になるとは誰も思っていませんでした。誰も彼女になるとは思わなかった。彼女は冗談だった。6週間前までは政治的にやらなければならないと彼らが言ったとき、彼らは彼女を選ばなければならないと感じ、もし彼女を選ばなければ自分たちが問題になると思った。もし C 国に戻ることができるとしたら交渉ですが、21世紀に C 国との戦争をどうやって避けることができるでしょうか。方法はあります。問題です。 もし私がその方法を教えれば、しかしもし私が右の国とどの国を止めるための非常に厳しい計画を持っているような計画を、そして私が特定の考えを持っているとしたら、おそらく計画ではないかもしれませんが、四国のためのアイディアはあります。彼らは大変なことになるでしょう。しかし私たちは多くの問題を抱えています。私はあなたにそれらの計画を 教えることはできません。なぜなら私があなたにそれらの計画を教えたら、それらを使うことが私はできなくなるでしょう。と続いていくんですが、なんか上長すぎてあれですね、最初の方ね。あの、ちょっとお伝えの仕方を考えて、また。 お伝えできればいいかなと思います。なんか今日はすいません。こんな感じになってしまいました。はい。それではまたありがとうございました。あの、チャンネル解除しないで、長い目で見てください。ありがとうございます。